おはようございます。どうも黒 N です。今日なんですけども、今日は最近見てる YouTuber について語っていきたいと思います。まあ今日その話させてもらう YouTuber さんは名前言っていいですかね。名前はブライアンって方なんですけど、最近全然ゲーム実況始めてから上げてなかったのに、おとついぐらいに、ね、急にポッて上がって、それがまあ COD なんですけど、やっぱりあの人の喋りは上手いし面白いですね。でもまあ、めちゃくちゃこの前まで下ネタ言ってたんですけど、最近はまあ下ネタも緩なってて程よいですね。他のゲーム実況さんは、実況者さんはあれですね、アニジャオトジャさんはほんまに見ててうまいなと思ってるんですけど、自分そのゲーム自体も携帯しかしないんで 全然そのテレビゲームとかパソコンゲーム全然しないんで多分できないんですけど、あの二方は僕めっちゃ面白いなと思って見てますね。皆さんゲームとかしますか？するとしたら何をするんですかね？おすすめのゲームとか教えてほしいです。ゲームは自分がやってるのは携帯の Wii 入れだったりとかですね、一番やってんのは。それ以外もほとんどやってないです。ウイイレはちょっとなんか面白くてね、ガチャが面白いんですよ。ガチャってなんか意味ありません、意味ありませんっていうか、なんか楽しいですよね。そのいいものが当たったら、今言ったらウイイレだったらいい選手なんですけど、めちゃくちゃ面白いです。ぜひぜひやってください。やってみてください。ASMR ね。もうちょっとしたら、その霧吹きなどやりたいと思ってるんで、もので音を出していきたいと思います。もうちょっとしたら、その語りかけ、ささやきの語りかけもやっていきたいと思ってますので、ぜひぜひ見てください。今日はまあ、ブライアンさんが面白いって話なんですけど どういうとこが面白いのかというと、その、話言うても、いろんな人のモノマネが上手すぎるんですよ、あれは。ね？言ったでしょ？とか、その、あれですね。やりすぎ工事の、その、岸、え？岸、関さん？関さんのモノマネとか、めちゃくちゃうまいです。うまいんですかね、その、なんか、発音っていうか、音程が合ってて、めちゃくちゃ面白いです。そんぐらいできたらいいんですけどね、自分も。全然できてないです。モノマネはな、じゃないわ。モノマネはね、本当に、できたら、すごい、盛り上がると思うんで、どんな場でも、いいと思いますね。これからささやきもやっていきたいと思ってるんで、ぜひぜひ見てください。ささやきはまあ彼氏目線の語りかけなどもやっていきたいと思います。その偉人などの名言なども言っていきたいなと思ってます。ぜひぜひお願いします。今日はこのくらいにしておきたいと思います。ぜひぜひチャンネル登録、グッド評価お願いします。それでは、さよなら。